オールパスピックは打席に梨田が、あるいはそして、西武の大石がダメということで、この袴田、1、2戦ベンチを温めておりました。初めて打席に、そしてマスクをかぶりました袴田です。オールパスフィックは福本、栗橋の 1,2 番、そして加藤秀志が3番に入り、落合、柏原とクリーンナップを送りました。そして大阪球場、地元です。門田が今シーズン公式戦で1回グラブを持って守備に入ったことがあるんです。その門田がスターティングメンバー、守備に入ってライト、そして河野は公式戦は今シーズンはまだないんです。かつてショートはやったことありますという河野が7番で入っています。7番ショート河野、そしてボールが岡田が戻らない、1人だけ。まあ、この袴田選手ですがね、はい、ラッキーな面もあったんですがね、昨年まではファームですからね、こういうチャンスをね、両手でしっかり握りしめてね、もうこういうチャンスはもう手放さないでもらいたいですね。大きく頑張って本当にいいキャッチャーに成長してもらいたいと思いますね。何かを掴んで後半戦に、ね、入って、今日は当たらなかったですけどね、この間は今日は原選手からね始まったんで、ちょっとフォアボール出してかわいそうですよね。立ち上がりちょっとね、ランナーをしましたが、まあ、しかしこれでオールスター明けに向けていいピッチングで乗っていけるんじゃないですか。そうですね、そうなれば最高なんですけどね。頑張ってください。満塁のピンチは続く。さらに8番袴田英寿、江夏のストレートを逆らわずに弾き返す。しかもライトに守備固めで入っていた木村隆がなんと後逸、満塁のランナーが全て帰ってロッテ5対5の同点に追いついた。続く8番の袴田、打球はぐーんと伸びます。センター河野の頭上を抜けまして、これが二塁打。佐藤がゆっくり生還、まず1点引けて打球はセンターへ、二塁から袴田帰って。さあロッテは3回まで片山の前に3発2安打、5回です、ワンアウト後袴田がライト前、これでようやくオリオンズは1点を返しました。さらに7ボールに成功しています。ワンアウトでバッターは袴田、またライトに行きます。スライダーの難しいね、はい、ボールなんですがね、これは袴田がうまく打ちましたよね、はい、有藤正解。しかし袴田は山本和則の送球にタッチアウトです。これはまずかったですね、はい、自分の前にボールが、さらに4回です、ワンアウトから袴田、これもまあハンダーカーですね。袴田のスイングもドンピシャリ、本当によく取りましたよね、上段まで行きましたからね、ワンストライクワンボールからの3球目でした。3対2、その差1点に追い